各種お守りお守りとは、厄よけ、招福、加護などの人の願いをかたどった物品である。ご夫、ご夫とも呼ばれる。外来語で言うと、アミューレット、タリスマン、チャームなど。日本の神社や寺院で配布されるお守りやお札は、鎌倉時代から存在するが、これらは、同教の付録を日本化して利用したのが始まりである。日本のお守り、 お守り授与書様々な形態の語布がある。トルコのジャシよけ、ナザールボンジュー動植物に何らかの頂上的な力を見出してお守りとする。神や宗教者を像として形作ったり図画にして用いる。ご利益のある文言や図画を書き記した札を持つ。コイン、もしくはコインの形状のものをお守りとみなす。手間暇かけて、 多くの人の手を減る、あるいは多くの数を揃える。お守りとしての目的で作る物品のうち、もともとが実用品ではないもの。民間伝承や土着文化のうち具現化されたもの。近年はインスタグラムの発展もあり多くの手作りお守りが中高生の間で流行っている。フェルトで自由にデザイン、レジンでユニフォーム型お守り、ミサンガをビーズでよりおしゃれに、 プラ版でキャラクターを描いたお守りが一般的。その際によく使用されている言葉は漢字1文字から4文字が一般的。1文字、勝ち、絆、夢、進む、笑い。2文字、必勝、上昇、信頼、仲間、実行、全力、勝利、挑戦。4文字、一致団結、七点発揮、四死奮陣、前提万里。 死死くと百節不当。ありがとうございます。